やめました。それから恨めしそうにゴーシュを見て、なぜやめたんですか？僕らならどんな意気地ないやつでも喉から血が出るまでは叫ぶんですよ、と言いました。何を生意気な。こんなバカな真似をいつまでしていられるか。もう出て行け。見ろ。夜が明けるんじゃないか。ゴーシュは窓を指さしました。東の空がぼーっと銀色になった。